里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、始球式、グッド始球式、バッド始球式です。おお、まあ、始球式、ね、始球式やったことないですか？ないです。やりたいですね。やりたい。楽天とかできんじゃないですか？楽天ね、ないんですよ今のところ。ちょ、売り込んだ方がいいんじゃないですか？楽天さんできそうですけどね。やりたいですね。まだ1回もやったことないんでしょ？はい、まだ。はい、いや、たまにアナウンサー、その私は東北放送にいましたけど、うん、あの他局のアナウンサーとかがやってたりとかあるんですけど、うん、まあ回ってこなかったですね。俺なんて引退してから毎年始球式やってんの。いいですね。もうでも受けるだけの始球式もあるからね。元キャッチャーですからね。俺小林幸子さんの始球式受けたからね。へー。あのニコニコ超会議の時の、はい、うんうん、小林幸子さん来て、はい、でなんかこう投げないの、はい、なんかこのバズーカみたいなやつでやって、うん、でも飛んでこないから、はい、俺手で持ってて、はい、ボーって演技して受けたかん、してみたいな、してくださいって言われて練習して、はいはい、なんと練習やと思いながら、はい、へやったりとか、あとは本当受けたりとか、まあ投げるのもしたことあるし、はい、なんだけど、まあ、始球式って、はい、いい始球式と悪い始球式がある、はい、で今だとね、うん、始球式2つ分かれてて、うん、1つは昔みたいにもう試合前、本当にもう試合数分前で全員選手はもう守備ついてて、はい、その中で始球式して、うん、その後もプレイボール、うん、と今ロッテとかでもやってるファーストピッチセレモニー、はい、メジャーとかでもやってるんだけども、そのセレモニーだけだから野手何もついてなくて、その時間も区切ってあって、その時間内でだからロッテだとバッターとキャッチャー出ていって、はい、投げる人がやって、うん、そのファーストピッチセレモニーっていう、はい、この2つがあるのね、うん、このファーストピッチセレモニーの時はもう何でもしてくださいっていう感じなんだけど、はい、別にこっちはこっちを準備してるからね、うん、もう一番ややこしいのは、はい、全員野手もついて始球式終わったらプレイボールっていう時にもうこれだけはやめてねっていう。へー、あるんですね。もう無駄なことだけはしないでっていう。無駄なこと、牽制し入れたり、こうやって牽制こうやってしたりとか、はい、あの牽制投げるボールしたりとか、はい、あとめっちゃこうやってこう首振ったりして、はい、でまた外して振ってやったりとか、あのもう早く投げろお前思ってるんですね。思う。だってもうすぐプレーボールだから、はい、こっちはもう準備していってるから、うん、ピッチャーもね、のことも考えるわけよ、はい、その日とか寒かったりもするし、うん、ちょっと雨だったりとか暑かったりもするし、うん、試合時間も刻々と、ね、過ぎていっちゃうし、はい、だからもう気持ちは高ぶって、だってもう戦闘態勢だから。そうですよね。アドレナリンも出て行くぞっていう時にちょろちょろされると、あの必要以上に腹立つ。はい、でちょっと時間かかっちゃうっていう。ああ、でもし初回なんてバタついたら、いかに振って超えるわけよピッチャーが。あいつのせいやみたいな。あいつのせいとは思わないけど、はい、まあってイラつきがくらいですね。だからもう、あの余計なことだけはしないでほしいっていつも思ってる。へえ、それがもう今をときめく超可愛い大女優さんとかがやってたらどう思うんですか？関係ない。大女優さんはそんな余計なことしないです。確かにしてない結構みんなあっさりさらっと投げてそう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 、お辞儀して帰りますもんね。そう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 、うん、そんなしないのよ、うん、はい、大女優さんは、はい、ね、石原さとみさんとか結構いっぱいやってますけど、そうですね、いつもねさって投げますけど独特なフォームで、うん、そうそうそう、だからそのね、まあ、石原さとみさんのやつは、うん、あのエキシビジョンマッチじゃん、はい、モルツの。あ、そうなんだ。そう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 、うん、だからいいのよ、はい、ガチの公式戦だもん、はい、それはもうピリつくよ、うん、そうですよね、もう本当、うん、でもそのやる人にも聞いてもめっちゃ緊張するっていうので、みんなかなり緊張するってね、うん、おっしゃいますよね。あとあの、はい、俺らもそうだけど、うん、スタジアム全体の空気感もやばいで、ね、はい、余計なことするんだっていう。だから俺思うもん、はい、あの雰囲気の中、うん、すごい余計なことをばっかりする人、メンタル逆に強いなって思う。いや、そう思います、うん、だってみんなが見てるわけですよ。そう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 、しかも早く試合始まる、ワクワクってしてる中で、うん、で、なんかその横浜スタジアムでやるベイスターズの、はい、あのダチョウ倶楽部さんとかがやる、うん、なんかこうコントチックなやつの時は、はい、それよりも時間取ってるのね。あ、ちょっと長めに。そう、長めに、うん、それだったらいいの。だから余計なことしたい人は、うん、最初から時間取っといてもらおう。そうですね。そうやったら別に、うん、なんとも思わないじゃんね、はい、確かに柳沢慎吾さんとかもそう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 、それだったらこう楽しめるのよ、うん、はい、いや普通はだからもう投げるあれってもう本当に1分2分とかそういうレベルの、うん、そう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 、ね、
あとあのこの人やっぱすごいなと思ったのは、うん、村津庄司さん、はい、あの始球式ロッテでも何回かされたんだけども、はい、スパイクも履いて、はい、ガチで来ると、ね、はい、で、あのすごいなって思ったのが、はい、俺その時成瀬だったかな誰か忘れちゃったけどブルペンでマリンでピッチングしてたら、はい、あの村津庄司さんが、うん、なんかカツカツって誰か来たなと思ったら村津庄司さんおー佐藤元気か、はい、あって庄司さん今日始球式ですよ、そうよっちってあの先発こっちでやってるのにその横で始球式の練習番組しててめちゃ気合いですね。いやそうなんだけど好きなと思って、はい、俺らこっちで今日の試合に行く準備してるのに、はい、あのガツガツそこでできるメンタル好きなと思って、うん、そうですね。でも別にそれは邪魔ってわけじゃないです、ね、いや別になんないけど、はい、気が引ける俺だったら俺そんな昇進だからいけない。そうですよね、もう引退して、うん、あの人たちがやってる中でそれ、ね、いつも来るから、はい、今日も来るんだろうなと思ってた、これ独特なフォームで投げてるんですよ、ね、そう、投げてるんで、あのブルペンキャッチャーに抜け出して、オーケーっていくでも俺はね、はい、始球式、あそこまでガチ練習してる人見たことなかったから、最初ね、はい、びっくりした、すごい、ちょろっとグラウンドに投げてとか言うんですけど、うん、普通のピッチング練習並みに、はい、2、30球投げてから行くからすごい気合入ってるなと思って、やっぱ一番やっぱすごかったのはやっぱ長澤まさみさんやな。へえ、何がすごかったんですか。いや綺麗だったってそういうあの俺あんまり手出さないよね、はい、あ、こういう、うん、握手それでなんか、はい、手についても嫌だからクリームとかがそのまま試合だから、はい、出されたら出すけど、はい、長澤まさみさんの時自分から出したと思っていや、なりますよね、したいも握手なりますもんね、うん、あとね、はい、始球式の時に一番見とくと面白いのが、はい、ベンチと球場から出てくるところの通路、はい、来る人のクオリティによって上がりのピッチャーとか浦川さんとか全員来てる。こうやってめっちゃ見てる人がありますよねそうそうそう、あとあのなんちゅうの通路、うん、バックヤードに行く、はい、卒業式かっていうぐらいあの人の花道で来てる通ってこうねあの、はい、ってめっちゃ見に来てる。え、そうですよね、何見に来てんねんっていうぐらい。いや私もやっぱりリポーターやってると、うん、そう始球式の人とか通るわけですよ、うんうんうん、今日この人だから絶対早めに行っとこうと思いましたもん。え、墓場さんは始球式で、はいはい、見た中で一番すごかった人誰ですか。でも私も準備で忙しくて、うん、なかなかそこ見れないんですよ、うんうん、もう始まる直前なんで、うん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 、でもちょっと渡辺謙さんの時はうわ、大きいってなって驚きはありましたね。でかいよね。大きかったです、すごい。でしかもなんかダンディーでまあかっこよかったですね、うん、俺の始球式だと、まあ、長澤まさみさんはもう初回が終わるまでドキドキ感が、はい、ドキドキが収まらなかった、はい、あの目合わせて握手して頑張ってくださいって言われたことによってドキドキしちゃって、はい、違うドキドキが初回の守備終わるまで収まらなかったし、はい、ちゃんと抑えられました。初回抑えられました。抑えられた。でもドキドキが止まらなくてなんだこの子どうはみたいな。あとはね、はい、アンディ・フグ、K1 のへかかと落としする、はい、もう亡くなられちゃったんだけど、はい、アンディ・フグもでそれも道着着て、はい、マウンドの上でかかと落としてあと、はい、K1 もう全盛期だったから、はい、ふわアンディ・フグやと思ったのと、あのあとノーラン・ライアンも来たもんね。あ、そうなんですか、うん、ボビーの知り合いだから、はい、ノーラン・ライアン来て、はい、投げたらボビーがバッターボックス立ったのね、はい、たらあのボビーの頭に当たりそうになってへ抜けてね、はい、えぐいんだよ、いきなり始球式で監督デッドボールで退場とかそうですね。あとね、はい、これ始球式じゃなかったんだけど、うん、球場来てて一番すごいと思ったのはトム・ハンクス。へえ、トム・ハンクス来たんですか。アカデミー賞主演男優、はい、あのマリンのグランドデーグのツロのとこに、はい、あのジーパン履いて、はい、寝るシャツで、うん、でっかいとか立ってたの、はい、ジャンガーだな、どこ立ってんのこいつはと思いながら通ろうとしてまあと思ってパッて見たらこうやって二度ガチの二度見した。いやそうですよね。え、トム・ハンクスやんと思って待ち合わせと普通のでっかおっさんだった。え、始球式で来たんですかトム・ハンクスが。うん、だボビーと知り合いで始球式だけなかったけど挨拶だけ来て見に来たみたいな。そう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 、あれも焦ったね。そうですね、うん、やっぱ大きいんですかトム・ハンクスって。大きい。あとはあの新庄さんのパフォーマンス始球式はえげつなかったダース・ベイダーとかね天井から降りてくるとか、はい、あのもう敵だけどもう楽しかった。すごいですね、うん、あとロッテは、はい、そのロッテ その CM に出てる人が来るから、うん、ビッグネームが結構来る。長澤まさみさんチョコレートやってましたもんね。そう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 、うんうん、そうか浜辺美波ちゃんが去年かな、うんうんね、そう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 
はい、しかもあ細いとかわっきいってね、なんかそう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 ありますよね、うん、めっちゃ思う、うん、だそういう時しか見ないしね、はい、あの芸能人の人、うんうん、球場でビッグスターなんて、そうです、ね、でも本当、はい、余計なことだけは絶対しないでねって本当に思う、そうですね、ガチで、はい、まあ、その余計なことをするんだったら長く、うん、あの時間を取ってもらうと、で、あとガチの人ほどバッターは左です。どういうことですか？右ピッチャーでガチに投球投げる人は左バッターが立った方がいいです、はい、ああそういうことですか、あのやっぱりね抜けるんですよ、はい、どっちかっていうと、うん、抜けて右バッターの頭の方に行っちゃうんですよね、はい、でそれが嫌だから引っ掛けてワンパンとかなっちゃうんですよ、はい、だから右バッターで球速出るチャレンジぐらいの勢いある人は左バッター立った方が全力で投げやすいんですよ。なるほど、始球式でデッドボールとか嫌ですもんね。そうなんですよ、で、うん、投げる方も気使うじゃないですか、うん、だからふわふわ当たっても全然いいですよ、うん、ガチでたまに投げる人いるじゃないですか、はい、右ピッチャーの右バッターって怖いですよ、うん、あの当たるんちゃうかと思うんで、はい、だから僕とかでももしやるってなっても左バッターの方がありがたいです。右バッターになるとちょっと引っ掛け気味に投げるんで、うん、万が一抜けないようにっていうところもあるんで、うん、だからあと傾斜があるんで、うん、そのまま投げちゃうとガクーなるんで起き上がってポーッと放っちゃうんですよ。あー、なるほど。これを見とくと始球式でね、はい、うまく投げれますよって言いたいですけど、うん、まあ、見てる人のどれだけがね始球式をやれるかは微妙ですいるんですかね始球式やったことある人。いやでもこう募集とかでやるありますもん ね、 子供とかもありますしね、はい、まあ、やったことがある人はコメント欄で私どこの球場でどの試合でやってよっていうのがね、うん、あれば確率が見やすいですけど、はい、もう本当に芸能関係者の皆さんもし見てたら野手もついてて投げたらプレーボールの時はもう余計なことだけは絶対しないでください、はい、これ里崎チャンネルで里崎チャンネルデーとか作れないですかね。いやお金かかるっていやそしたら私投げてキャッチャーでできるじゃないですか。いやいや別にそこまで払ってまでやりたくない私はやりたいの。じゃあもっと最後に、じゃあ12球団の関係者の皆さん、始球式は私の夢です、憧れです。